YouTube 的に途中ここからやります。ここをこう拡大していくとこう意味があってこうなるじゃないですか、はい、で刈り上げの場合はここの長さとこの長さが同じでこうギューって同じ長さでギューってしょ、まあまあ変な人もギューってしょ、全部坊主だよね、うん、すると一番簡単でかつですね、ここがですね薄くならない、例えば9ミリとか、うん、結構厚めであんまりこう白くならないような状態で刈り上げてるのが多分一番簡単ですよね。で、これがですねもっと難しくなると、あれ消すとこだな、こういって削る、でこれが一番簡単なんです。これ一番簡単 で次に難しいのがこう通って、まあこういうふうに少しずつこう厚くなっていく、これがこう短くて、まあ、例えば下が、一番簡単なのはこれがまあ、7ミリとか、これがまあ10ミリ、こう厚めにこうやっていく感じだよね。これはもう簡単ですよね。まあ、で、これはですね、グラデーションする。今さ、今畑はさ、こういうのできるじゃん。こう刈り上げて、上からこうグラデーションが乗ってるっていうのができるでしょ。で、これってどういうふうなシステムになってるかっていうと、図解で書くと、図解で書くと、ここは刈り上げなんですよ。グラデーションが乗っかってます。グラデーションっていうのはこの長さよりこっちの長さが長いと、うん、でここよりもさらにこう腕が長い、こっちの方が長い、要するにここから上がってくるところに丸みが入る。でこれが例えばだけど、この長さ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 、同じだと、本当にすっきりした感じになるんですよ。要は丸みがない、すっきりした感じのツーブロックになる。そういうのもありはありなんだけど、例えば、なんとか東京の人がこういうふうにこう、並々でこう、スタイリングしたときに、ここだけこういうふうにこう、ここだけこういうふうにこう、動くスタイルなのか、この上までこうやって動くのかっていう。これ重ねが少ないっていうことは上まで動くじゃないですか、はい、だけど上のここがグラデーションになった場合はこの流れっていうのはなみなみしてもここにしか出ないです、はい、上が長いから、まあ、そうやってシルエットを作っていくんですね。でここの部分っていうのは刈り上げだから頭皮にこう沿っていって少しこう長くなるんですよ、こうやって。でこれがこうやって長くなれば女の子の俺がよくやってるこの切ったこうキュッてしまって癒しがキュッてこう抑えられてるスタイルはこういうのができる。結局同じなんですよ、長いか短いかのところなんですね。でサイドは長めで薄くならない方が簡単です。だけど薄くしたいのでまず手で限界まで薄くしてちょっと今日はやってみて、最終的にはちょっとバリカン行って終わりにするんだけど、まずね見えて分かるんだけど、俺がこう長いことを美容師とか美容師とかやってて刈り上げがあまりお上手じゃない、なんかさ、こっからやり始めます、こっから切り始めます、まあ、こんなこう今日ね、もともとのスタイルって長くないじゃないですか。もともとのスタイルはまあほとんど、ここがまあレギュラーです。ここがちょっとグラデーションがこうなってて、でまあここがこう刈り上がってるっていう状況ですか今。でこの刈り上げの部分をもうちょっと上げたいと、さっきの感じだったもうちょっと刈り上げの今サイドをもうちょっと上に上げたいですよね、はい、で2ブロックでもなさそうな感じだよね、うん、まあフロント、そうですね、フロントはちょっと被ってるかもしれない、ね、でそうするとまず一番大事なのはシルエットを作ることなんで、まずここを切ります、ここのラインを作ります。でこのラインを作って、それで下から長いとこから、もう短いにしてくださいけど、例えばこうずーっとこう長くくるじゃないですか。そしたら最初にここをこう
切って、このナプキンで切ると。でここから刈り上げの頂点に向かってこう刈っていくっていうのが一番簡単です。で下からだいたい下手くそで押せやつってこうなってるの、下からいきなりこう刈り始めて、こうやってでこんなになって終わって、で最終的にこう横こうやって切ってみたりとかして、まあ、こうやって切って、でまたうまくシルエットが流れてまたこう刈り直してみたいなってやってるんですね。最初にまずシルエットを作って下から刈っていくっていうやり方を、まずこれは共通でやってください、はい、その方が絶対それ、慣れないとか慣れるとかって慣れてもらってこのやり方でやってください。で最初手でやるのは、まあ、手でやるとちょっとなんかコームで起こすとかっていう感覚がちょっとうまくできない、まあ、ちょっと短くなってからもうなかなか難しい。これはあれですか、私が片方をやって反対をやりますか、それともいきますか。全然ですか。はい片方ちょっと日本でやった方がいいですか。やります、しましょう。どっちがいい、右だ、やりやすい。どあれどっちがこんな左を広畑やってもらっけ、こっちの方が難しいんだよね。右怖い。この額の角より下をこう取っておくと、これめちゃくちゃ重いですよね。なので、でしかもツーロックじゃないですか今、はい、だからここで一回こう取ります。この額の頂点ぐらいでここでまた埋めてみますね。でまずシルエットが、まあ、このくらいでしたよ 高さがね、はい、なのでそこの高さまで
ち決めでどこまで切るかっていうと、正面から見てちょうどいい感じのこうつながりが出てくるわけ。これ出っ張ってるの分かる？で、じゃあ若干出っ張ってるね。そしたら少し避けて、そこまで一応上まで落ちたらどんどん上行っちゃうんで、直ばさびってもあるので、そういうのです。出て、出て。これできるとすげえ早いね。で、こうできたじゃないですか。はい、したらあとはここどれです。ちょっと見てみようか。シルエットみますね。ここもほぼ決まってるじゃないですか。したら下から買っていってここにこう繋がってくるだけなんで、それだけで。それが髪型あんまりこう乾いたままやらないんで。ベースカット自体をしたら下から毛を見てもらったら分かるんだけど、これ起きてないでしょ、分かる？これ起きてない、全然ね。これ起きてるの分かる？これ起きてないの分かる？これ起きてるの分かる？起きた状態で切らないと全然入れないです。起きた状態でこう正面で見なくてもいいけども、こういうのはダメですね。同じなんで、ある程度姿勢下げて、ここなんかもう、毛が全部こっちに向いて入ってるでしょ、こっちに向いて入ってるでしょ。だからこうやってやったら絶対立たないですよ、こっちが入ってる。なんかこう上にこうやって動かすってイメージがある人がすごいけど、動かしちゃうと取れないので、もうこの位置でこうキープしてこう取っていく。でこれはこのコームの厚みなんでそんな薄くないじゃないですか。薄くないってことは難しくないですよね。だからバリカンとかで結構薄くしちゃって、短くなればなるほどやっぱ難しくなって、極端な話、こここのくらいのハサミでこういっといて、あまりこう薄くいかない状態まで、薄くならない状態まで、このくらいで、このくらいやめちゃって、リングとかで、溶かしてあげて、まあこれで終了にしときゃ一番早い。だって薄くもそんななってないし、まあなってるけど、その時に細かいところで言うとこういうところです、ここはもう絶対に取らないです。ここ全体はざっくりでいいんだけど、こういうところはしっかり毛を残して、でここ取っていくと、染谷さんの場合、おでこの位置の関係ですごくすっきりしやすい。これを下ろしてみると、まあ、これを下ろしてみると、こういう感じに上と流れがつながってくるのと、こっちがつながってないのと、分かるかな？ここに厚みが出れば出るほど、こっちって、余計こう薄く見えるんです。これはすっきりしたんですよ。だからここから取った方がいいですね。これいらないですよ。という感じで、一番簡単なのは、ここでシルエットが、もう OK です。これで細かいところ、まあここもバリカンこの前俺が入れたんだけど、細かいところ上から、ここ下からだと取れないんで、上から。これはバリカン、トリマーとかでこうピピピって、これはやりたくないんで、線つけたくないんで、やるべきだと聞いてる人だと分かるんだけど、短
短いところから長いところに行くんで、下の方が長いってことはないんだよね、鍵開けの場合。一番下が短くて上に向かって長くなっていくので、こう際はこっちからこう出して出っ張ってるところを取っていただいてもいいですか。これはこっちの方がやりやすいから。でそうすると基本的に短いところが長いところ。これね、こうすげえ見づらいのよ。そっちに座ってもらった方がいいんだけど、これあんま薄くなってないですか。でまあこのくらいで借りたいって人結構いいんだよ。ここ現物ここボケてないんだよ。もっとあれはここ薄くなってこの辺まで薄くなってるんで、まあ、でも一般の人だったらこの回でも別にいいんじゃないっていう感じかな。本物じゃなければ。よし、じゃあ映ってもらうか。こっちに全然違うでしょ。 見せるでしょ。そうなんだよね。やっぱり厳しい。ちなみに同年代の床屋さんとかもう見えねえって見えねえって。うちなんか全然見えないし、床屋さんとかもうやばいぐらい明るいから。あ、一応こっちその感じでちょっと下のそんな綺麗なところでやってみて、で次にバリカン突っ込んで、ここだね。この、しかも、通風呂だったら、こうやって取ってみるんだけど、これこうやってて、これかぶっちゃうじゃん。なので、まあ、ここは上まで向かなければ結果的にはかぶっちゃうんで、こっち落としといて。これが残ってるとすげえ覚えてる。こうやって取るとすごくなっちゃうから、前髪をこう避けるように、このラインに沿って、普通の髪型の場合はこのラインに沿って取ってあげて、これを料理してあげると作りやすい。なんか上のそれのカットした後にまた上の毛をみたいなのがないので、いや、いいよ、合わなくて。こっちはこっちで。で、いつもしっかり濡らして。いいよ、合わせなくて。そう、まずゴールを決めるでしょ。それが一番大事です。そこを決めないで刈り上げ始める人が多いんですよ。短くても長くても同じなんで、俺がこの前切った方、モデルの方ね、同じです。ただ長いだけ、刈り上げじゃないだけっていう。うん。だ、面白いよ、女の子のカットも。男の子のカットができてシルエットが作れると作りやすい。ゴールを決めちゃう。ゴールを、
基本で言うとさ、うん、2ブロックって簡単だよね。簡単です。だって上から乗っかってきただけだからさ、その中もさ、変な話だけど薄いバリカンで上までどんで取っちゃうのか、まあ、なんとなくちょっとこう動かしが入ってるかによっても仕上がりとか全然違ってくるじゃない、うん、ね、バリって薄く取った方がいいのか、まあ、自然に取った方がいいのかも全然違うじゃない。俺は2ブロックの中は自然な方が好きだけどね。あのグラデーションが入ってた方が、うんうん、全部同じ長さ、同じ長さじゃなくて、一般の方だとやっぱり2ブロックいる人多いけど、まあ、結構すっきりしたいっていう人実は多いんだよ、うん、実は社会人とかは。そう、まず普通にゴールの位置を決めます。まあでも全然大丈夫だな。シルエットだけで、はい、シルエットだけまずある程度ちゃんと作って、シルエット終わりにしてから、そう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 、上下上下ってやっちゃうとすごいね、面倒くさくなっちゃう。 OK、 鏡で見る感じシルエット OK。 自分でよく考えて、そうっすね、もうちょっとちょっといいかなって感じだね。多分見せてもらったスタイル自体はもっと多分短いと思うんだよね。あの 上に行ってると思うんだよ、もうちょっと、うん、目は良くないんですよ。ん、目はそんな良くないんですよ。誰が？俺です。鍛えろもう目なんで。だってあれじゃん、美味しい料理作る人はさ、美味しい料理作るんじゃなくてさ、美味しい舌を鍛えるだけじゃん、味覚を、はい、美容師も同じね。あのここボケてないなとか、ここボケてるなっていう目を育てるっていうだけなんで。だってさ、すげえ技術があってもさ、見えなかったら話にならないじゃん。確かに、うん、視力が悪いの？視力が悪いです。視力が悪いんだ。コンタクトじゃないの？コンタクトじゃない。ギリギリコンタクトしようかな。ギリギリし、まあ人によってはって感じ。本当に、いやでもした方が良ければした方がいいよ、うん、あ別に眼鏡でもいいし、見えないんだったらマジでした方がいい、うん、そんな見えないってことじゃないですけど、うん、遠くのとかはそんな見づらいっていうか、まあ、ボケてないとかボケてるとか分かる？分かります。分かる。じゃあ大丈夫。意外とね、M になってる人って取らなくて残ってる方が目立つっていうか、こう重く感じちゃう、下がこっちが重く感じるとこっちが薄く感じるんで、はい、ここは割とね取っちゃっても大丈夫。でも場所を確認した方がいいです今みたいな。本当に俺もやらないと分かんないんで。
場所って本当分かんないから、自分で撮ってるところと出っ張ってるところの見え方ってやっぱ違うから、あの大人に大人になってじゃない、俺もベテランとかでも絶対に確認をしてる人の方が多分ちゃんとできてると思う。なんか俺できてるみたいな人いるんだよね。できてない、そういう人に限って。俺は自分でもできてないと思って疑ってるんで、自分で。なかなか取れないでしょ、取ろうと思うと。ある程度自分で納得いくところまでいったら下からつなげていってください。ただ下から、そうだね、上に今のところにこう自然につなげていくっていう感じの方がシルエットが作りやすい。角度節ってのがあって、節ってさ、全部こう 垂直に入ってんじゃん、こうやってこれこう斜めに入ってる節があるの。それはすげえ刈り上げやすいらしいのね。でも俺は使ったことないんだよ。俺はあんま使ったことないんだけど、勝手に毛が起きてくるんだって。斜めになってると。中内さんのお父さんのお兄さんとか開発に携わってるらしいよ。すごいっすね。有名な方なんだ、結構お兄さんって。そうなんですよ。だからでもお客さんはトリマーでいいかもしれないけど、やっぱりその辺って技術なんで、やっぱ取れないと見えないって、勝手に機械が切れてる、取っちゃってくれてるわけだから、ある程度のところまで手で取れるような手の感覚とか目とかを今鍛えておかないと多分もうどうにもならない。今一番重要な時期。確かにね、下なんか別に取り前取っちゃえばいいんだけど、でもさ、変な話、ボケないところは絶対手になっちゃうんで、ボケなければ手でやんなきゃいけないから、結局手ができないやつっていうのはボケないんですよ。ボケなくなっちゃうと。できるやつがバリカンでぼかしてるのと、できないやつが一生懸命バリカンでぼかしてるのと、ちょっと違うんだよ、やっぱね。やっぱ目ができてる人と、できてない人でやるのは全然違うんで。
いい、自分なりに OK のところまでやってみてください。難しいよね。ちょっと自分なりにやってみて、とりあえずもうどういうやり方でもいいから撮ってみて。多分それが一番いいかな。その撮り方が。起きてくれないんですよ。起きてくんだよね。うん、そっちの方が起きるかな。うん、今起きてるでしょ。はい、はい、じゃあちょっと修正してみましょうか。今のところでやっぱちょっと気になるっていうのは、まあ、ここなんですけど、ちょっとしてみよう。さ、ここってこう出っ張るじゃないですか。こうってどうしてもここで出っ張るじゃないですか。ここで出っ張るじゃん。これって下から取るとどんどんこうまた上も取っちゃうから、またこう出っ張ってくる。結局この出っ張ってるこう位置がこうただ上にこうずれてるだけで取れないんだよね。でどういうふうにしたらいいかっていうと、ちょっと避けるしかないんだよ。するのってないんだよ。こっちでもいいし、こっちでもいいし。また、うん、そう。なんで、まあ簡単にはこうやって一撃なんですよ。一撃なんですけど、できたことですよ。できたらいいんですけど、できない場合はここまで、こうやっていって、ここまでいって、これをこっちに抜いちゃってる。今なんとなく見せ場でやったけど、体の方が出やすいはず。これでちょっと後ろから見てもらおう。取れてる。これが上から乗っかってきてるんだ。これって床と直角じゃないですか。ここで、ここで取らないと、この位置で取らないと積みが取れないんで。
こうやって入れますね、こうやってね。こうやって。なんかやられてる感じで違う感じあります？皆さん。うん。やっぱり。何が違うんですか？開閉と、コームと、シザーのリズムもそうだし、圧とかは当て方とか違います。うん、何も違うんですか？このコームのグッて当てる感じですか？なんて言ったら、コームの圧ですか？本当にこう床屋さんとかで言うと1本とか言うんだけど、こう1本1本とか言うんだって。でもそういう感覚って養っとかないと。それその今そのこの振った当てたその感覚。もうヒワタの時にそういうのをすごく養ってきたので、今どういうのが来ても対応できるので、その今しかないんですよね。本当ヒワタの年齢の時今しかないんで、もったいないんですよ。今しかないから、今できないやつ絶対できないんで、もう必ずどこかでその細かいところの感覚っていうのがこう必要になってくるはずなんですよ。こういうところの、一本に集中するとか取るとか、ある程度飛ぶとこまで来たら、まあ、こういうのもあるんだけど、これはあんまりこういうのあるんだけど、そういうのはあんまりちょっと進めたくない。まだ俺もほとんど使わないで、これ榊原さんでも使わないんで、でさ、これでこうやってやってても長いのをちょっとこう浮かしながらカットしてる感じになるから、逆に難しいんですよね。こういうとこなら取れるけど、こういうとこなら、でその1本とかっていう感覚が、そこの1本とかっていう感覚がない人がこれ使ってもただ穴が開くだけか。よく美容師で使ってるアホいるけど、ここは熱いでしょ、ここへっこんでるのかって、そういうとことかはもう、こう突っ込んで、基本はそこの厚みを取った方がいいですね。上ここのこうやってると毛先しかなくなるんで、この厚みを一回取って、差し上げた方が自然に動きやすい。それを取るような感覚を今養うっていう、まあ、営業ではバリカンビューティー取っちゃっても全然いいんで、
あと例えば時間ある時とかに、そう一本一本みたいなところをちょっと気にしてするとすごくいいかなと。じゃあバリカン作るか。で、もうここまでカットしてやったら、一番下はここの位置は一番短いのでいってますよ。もうここの三角形。この三角形はもうボールの一番短いです。で、ソニアさんのなかなか難しいんだよね、ぼかすのが実は。ちょうど片側やってた。どっちがいい？じゃあ俺自分の方を自分で。どうやって入れてもいいんだけど。どうやって入れてもいいんだけども、基本的になんかフェードっていうと上から入れるっていうイメージがあるみたいで、みんなこれ、この三角形ですか、これもう多分あんま入んないけど、多分ね、これ多分入んないでしょ。一番短くして、で、まあ、ここの下は一番短いですね、特にね。これあんまり反対に見えないんだけど、でここまでこう取っちゃう、取っちゃいますよ、非常に短い。でもうシルエットは決まってるから、シルエット決まったじゃん、もうそこまでぼかしていくだけなんですよね。で最初の薄いところもうちょっと上の方にあった気がするじゃん。だけどそこまでいっちゃうと、最初のバリカン突っ込んじゃうと多分入れすぎちゃって、結局これぼかしていくと上まで薄くなっちゃうんで、でこれをぼかしていくんだけれども、熱いのから入れますね最初。多分ボケない。これだとボケないですよ。で、まあこう真っ直にこう直角に入れるやり方もあるし、斜めに入れるやり方もあるんだけど、これは斜め派なの。もうでもこうやってまっすぐ入れた方がやりやすいけど、まっすぐでもいいかなと思う。で、この時にこうやっていっちゃうと短くなっちゃうから、少しこう抜くような感じで、こういう感じで、ちょっとこう浮かして抜くような感じで。これは結構こう抜いちゃってますね、こうやってジャリジャリっていう音を聞いて抜いちゃう。で結構バリカン入れてる時に頭こうやって揺れる人いるけど、それはちょっと圧が強いかな。圧はあんま関係ないので、ボケてるように見えるけど、ちょっとボケてない。音がしてるってことは取れてるってことなんだ。ボケてないですね。まあボケてるんだけど。で、これ厚、一番長い方にして。そう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 、一番最初一番短かったじゃん。あ、基本的にアタッチメント入れた時が一番短かったんですよね。しないと取れない。一番下これでいったでしょ。そしたら、まあ、一番長いので今取ったとこの間、まあ、この間でフェード入れないといけないんで、でみんなこういうのできないんで、こうずっと上までいっちゃうんですよね。短くなればなるほど簡単なんで、上の方まで行っちゃえば行っちゃうほど、同じ長さが続くわけですよ。同じ長さが続けば続くほど簡単なんで、こういうとことかも
長さを微妙に少しこう変えながら、レバー1ミリぐらいずつ、システムではこれ以上動けないんで、分かる分かる、なんかほらもうちょっといいアタッチメントだとかさないから、もうここは手で少し動かすしかないんだけど、これはセニングの方が早い。このこここれ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 をもうちょっとぼかしたいっていう時に色彩を合わせるんですよね。今あの手でやったらシルエットをきれいにしてるんですよ。で今度は色彩を合わせるんで、色彩を合わせるのはセニングの方が早いんだけど、最近俺はこの 70% で、70% でほとんど切っちゃってんだけどね。うん、ほとんど切れちゃう。2発でなくなるんで2発でなくなるんだけど、ハサミよりはやりやすい感じですね。起こしてだいたいほら3ミリとかなわけじゃん、ここってぼかすとこ、それが少し緩やかになればいいので、まあ、多分見せてもらった方がもう少し刈り上げ高い感じがしてるけど、あえてちょっと低い感じで、こういうところとか超難しいんだよね、へっこんでるし、もう突っ込んで起こして、突っ込んで起こして、突っ込んで起こして、もうこう、なんていうの、突っついていくしかないのかな。ちなみにめちゃめちゃうまい方だと、もうフリーハンドで突っ込んでる。あんま使わず。そうだね、あのもうボケないと思ったら、すごいよね。こういう感じで。さんがやってるフェードって基本的に高いと思うんだよね、位置が、うん、上まで行っちゃうから、入れちゃうからさ、もう決して下手くそじゃないの、ちなみに韓国人めちゃめちゃうまいからフェード、そうなんですか、韓国の美容師さんフェードめちゃくちゃうまい、ね、どうかな、ソメンさんいただいたのは多分もっとこの辺までこう入っちゃってるのかってね、
ていう感じで、このくらいのところのまでちょっとこう練習の時とかこう時間がある時に一回こう、まあ、友達とかで攻めてみるとかしていかないと感覚が変わってくる。でもこれってさ、今こう俺の目では篠崎の目ではこうできるんだけど、取るとどうかな、難しいな。ちょっと角度変えて変えてさ、もうボケてるから、ほぼほぼボケてるからね、ほぼほぼボケてるからとっていう感じ。気になるのがここね、ここね、これね、これでも見てわかると思うんだけど、これは難しいよ、これは難しい。こいつの出番か、出番なんだけど、奥の方ちゃったからいい。からずっと三角形のライン入れんじゃん。そしたらそこからこう、まあ、指1本ぐらいずっと全部入れたんで、こうやってここから入れるんですか。そうそう、ここからここからビューって指1本ぐらい、でそれをぼかしていくと結果的にはこの高さのフェードになると、結果的にはで逆から入れた方がいい。入れちゃっていいよ、どうにかなるから。大丈夫です、染谷さんだから。切れないですか。切れないから。楽しくね。こんな感じなんですか。こんな感じなんだよ。この角度が、こうなら平気だけど、こっちは痛いかもしれない。だから、こうなると痛いかもしれない。こういうふうに入れた方がいいかもしれない。ちょっと斜めに。そう。いいね。で、ある程度ラインを決めちゃって、後ろまで。後ろ大丈夫。もっといっちゃっていっちゃって。OK。でそこまで行ったらこの下から今のところまで、あ、もう大丈夫、このこれを全部、そう細かいのをまず一番短いので取っちゃったんです。いいね。レバーとかも確認した方がいいよ。多分ちょっと 長くなってるから。メンズ特化とかっていうその、ワードと結構フェードとかっていう感じになってくると結構こうバチってフェードしてくれみたいな人結構来るみたいなんだよね。昨日ちょっとミーティングがあったのしたミーティングがあったんだけど、やっぱり結構シビアなの来るって言ってた。反ってくれとか。スキンフェード、下シェーバーのゴリゴリのやつとかが来るって、なんか美容室だとできないって言われたんですけど、できますかみたいな問い合わせが結構来るって、そうね、まずそこで、外してここまで、そう、それも感覚的には上までビュッていくと短くなっちゃう。でもちょっとやってみて。
短くなっても大丈夫だ、染めるから。俺が後で加工するから大丈夫。一番短くなってる。これ一番短いです。オッケーオッケー。一番短くないとアタッチメントは取れない。難しいよね、ビビってると取れないしね。取れない、うん、お客さん失敗する、俺失敗したのもあって。ちなみに坂木原さんとかはそれ入れてもボケない。そうなの。ボケないから必ずやっぱハサミ入れないと完全にはボケない。でそこでまた例えば新しいバリカン出して、あのこっちの3ミリでボケるんだと思うんだけど、それを出してまたそこでまた何とかんとかやってるより手でビッてやっちゃった方が早い、うん、でその感覚だよね。その感覚を養うために今そういうのを養ってる、うん、時間なんで、そういう大切な時間なんで。何歳になっても技術って上がるけど、そのここまで取んなきゃダメなんだっていう感覚を養うのは今なんで。大丈夫、もう行っちゃっていいよ。行っちゃっていい。刈り上げのラインに沿って入れた方がいいよ。そうそういうところは特にね。斜めに入れるっていうのもあるんだけど、なんかこういうふうにやっててなんか変なところまで取っちゃうっていうのもあるんで。俺は斜め派なんだけどね、何回も言うけど。そう、入れ方によってなんかこうまたジャリジャリ言うでしょ、うん、ジャリって言うってことは切れてるってことなんで、 0.01mm だか 2mm だか分かんないけど。全然大丈夫ですよ。これをもう10日間で伸びるんで、やっといいですよ。セミナーさんずっと10日間で。次は、25日ぐらい、25、5、6時日にまた同じことやればいいんですよ。したらめちゃくちゃレベル上がってくるんで、自分のレベルが。朝なら朝来てもらって、今度それをどうやって動かすか。だ、そのレバー感覚ってすごく大事だよね。レバー感覚ってすごく大事。熱くなってるでしょ。そうなんだよね。なんかうちの、なんかパナソニックのバリカンが、フェードのバリカンがあるらしいのね。それもっと熱くなるんで、なんか濡れ雑巾とか用意しながらやってるんですよ。熱くなるんだって。摩擦です。これはでも、まあ、そうでもない、もうね、熱っていうぐらいになる。これも結構なるよね。なるんですよね。そうですよね。今こう入っちゃったでしょ。なんか怖いんだよね、並んでる。いいね。どんどん上がっちゃい。どんどん上がっちゃい。上がっていいっすね、みんな。自分いろいろやってみよう、自分で、ちょっと。これ全然見えないかなと思って、こう考えて。変なしさ、これで終わりにしちゃってる人いっぱいいるわけですよ。フェードだね、なんつって。そういう、あの、なんかさ、俺は認めないんで、そういう嘘物は。フェーズやるんだったらやれよって感じ。ぼかせるよ、まだいけるよ、いけるよ、いける、全然いける。
ちなみに俺も MD に行くと、先々月も橋野さんまだ行けるとか言われるから、マジっつって、これどこ行くのみたいな、え、ここっすよここっすよって、そんなこと言ってくんねえじゃん、今言ってくんねえから、すげえ大事な時間なんだよね俺にとってみたら。俺はそれ女の子にも同じだと思ってるんで、お、いいねいいね、今いいね、今いいよ、いいね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 、そういうこと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 、ちなみにさ、しげちゃんっていう人が、このもっとめちゃくちゃもう触ったら刺さるぐらいのとんがった やつで、こう一本一本こうやってこうぼかしてくる、ぼかしてくる、ほげねっつって、あれだからね、トリマーとシェーバーの間とかだ、もう 0.1 とかの世界なんだ、もうハサミでぼかす、ハサミで、もう何やってもボケないからこれっつって、確かにそうだよね、シェーバーとトリマーの間なんて何やってもボケないじゃん、でもういい、バリカンとかで、あ、これダメだと思ったらもうセリングを突っ込むしかない、もうでもまあ多分普通の人が見たら右も左もそんなに変わらない、セリングでいくしかないです。このセリングでボケます？ボケるボケる。何パー？15です。全然大丈夫。の方がやりやすいと思う。70ってハサミと同じだから。冷てっ。すげえ冷て。さっきより直で当たるから。三つ葉の方がいいかな、そこ細かい方で、細かい方でそこ突っ込んで、そう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 、でやっぱちょっとやった後に目線をちょっとステップバックしてどこかなっていう、この辺だよね、うん、もうちょっとボケるといいかなっていう、でも難しいよね、ボケればボケるほど上上がっちゃうから、うん、そこまで、うん、上に狙わなくてもいいし、もうちょっとでもそこぼかしたいね、でもうなんか生え方的になんかこう頭皮がボコボコしてボケない人もいるしね、穴が開いてると、そう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 、こういうとことかくぼんでるわけだし、うん、でもなんか変にちょっとボケそうな感じもしなくもないけど、まあ大丈夫か、ここが難しい、そこに突っ込、さっきみたいに俺みたいにこうフリーハンドで突っ込んじゃっていい、そうそうそう、ね、この生え方に対してこうやって入れると線入っちゃうんで、上からこうさ突き刺すように、あ、そう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 、あ、もっともっともっと 毛の方向に、同じ方向に、うん、入れないと穴開いちゃう、だってさ、こう入ってるのにこうやって入れたら線入っちゃうじゃん、だからこういうふうにこう 毛を裂くぐらいの感じで、そういう感じで毛の流れと平行に入れないと取りすぎちゃう、キリがないよね、みんな言ってるキリがねってサイド、ここが俺ちょっと気になる、
ね、こういう感じで。全然取れるよ、このセリングで大丈夫。慣れてんのかな。こっちのセリングの方が薄いな、ここだ。あ薄いな。こっちは厚いけど、こっちは厚いけど、もうこっちでも全然取れると思う。でももう悪くないと思うよ。ここはね、ボケないよ。ここはマジボケない。ここまで行っちゃうと。ほんとボケない。あ、そうそうそう。だからここさ、なんかさ、最初に、まあ、今はいいけど、失礼します。最初のベースカットでちゃんと切っとかないと、結局上が難しくなるじゃん。うん。だから最初にやっぱハサミでちゃんとそこ取っとくことです。ここね、ほんとボケないんだよ。ほんとボケないな。俺もういつも MD でボケなくて。まだいけるいけるってみんなに言われるところがここなんだよね。サイドは割と俺もできるんだけど、後ろの方が毛が濃いから難しいのかな。いいね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 。なんかちょっと掴んできた感覚が、うん、なんかこう逃がす感覚。あとこっちもちょっとこうぐるっと一周見た方がいい。俺の方、俺がの方が取れてないかもしれない。いや、マッシュとかのスタイルも楽しいけど、やっぱこういうスタイルをメンズ突破をしてるんだな、あれば。できないとダメですよ。やっぱり。ゴイゴイの兄ちゃん。ゴイゴイの兄ちゃんも来ますから。
あ、広畑くんうまいねっていうあ、あ、あっていう感じのかなでもまあしょうがないよね、やんなきゃ、ね、うまいと思われないと男は。あ、いいねいいね、あ、いいねいいねいいね、皆さんもね、一回フェードしたことあるんだけど、難しかったんだよね、意外と。僕のですか、うん、はい、攻め込むと難しいんだよね、はい、ちょっとこう、ボコボコしてるんだよね。僕も意外にボコボコしてるんですよね。そうそうそう、全然意外に難しい、ね、まあ、いいね、いいと思うよ、いいと思う、うん、これで、うん、今なんとなくフェード入ったよね。あとはセニングで、そこが少しボケれば割といい感じ。で、で、その時に、その時に、あの、毛がついてると見えない。だから、もうこう。こういう世界なんだよ。取って、そこのセニングを入れた方がいい。本当、そういう世界、そういう世界。マジ超冷たいです。マジ超冷たい。直接的すぎるんだよね。直接もうちょっとこうふわってもっとこう上の方がこうかけててこう感じの、そうそうそう、ふわっとふわっと、あ、そう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 、あ、ちょっと待って、俺も使ってみ、これは切れちゃうんですけど、ちょっと使ってみ、7770、普通のハサミと同じだからセニングだと思って入れないで。割と俺はこれ使いやすいんだよね今ハサミだと思って使ってる。取っちゃうわけね、それで、はい、そうだね、普通のハサミと同じだからと引っかかるよね。これ50だけど、今50もつけない。多分30%ぐらいしかつけない。30%もつけないかもしれない。うん、つけない。それは。引っかからないけど。全く引っかからないけどね。もう、全然引っかからない。もう突っ込んじゃってた人だと思う。グッって。こっち、そっちの方がいいです。グイッとこう突っ込んじゃう感じの方が取りやすい。ガガサミ覚えるか。次回やっちゃうか、次回を。多分広畑のハサミでもできると思うんだな、次回は。そう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 。自分が取ろうと思ってるところよりも結構、ね、上取っちゃってることが多いんだよね。広畑の普通の線かしら、普通の線。一般だったり。取れちゃってるじゃん。さあ今度はそこの際の部分。
とここでここで取ると今取ってるのってここ取ってるそこの下なんでここですここここ金具と同じなんだよこここれこれここですここです刃先この刃先部分でそのくらい結構攻め込んでくれみたいな人が結構来るみたいなのね、うん、このお土産のとこもっと短くなりますかみたいなあ、全然いきますよみたいなそうそう、一回やっちゃえばさこの時計屋さんの場合時計屋さんの場合って短い人の場合がこの前どうでしたってあ、もういいよ、もっと短くてもいいぐらいいや、もっと短いのないっすようちみたいな行っちゃいますかもっとみたいなねだからそういう感じで、やってるみたいあの、床屋さんに限らず、結構メンズのフェードみたいな。得意な美容師さんはそういう感じみたいな。いいんじゃないですか？はい。ということで。で、これも、こっちで写真を撮っといた方がいいです。これがボケてるのかどうのかっていう。うん、これが、こっちと、こっちと、で、しかも同じところで、同じところで、これただボケてないなかなかねそうそうそうそれを自分の手を取ってよく見といたそれが一番の勉強だと思いますでもこういうのは絶対に左右で取って同じところでで、ボケてるかどうかっていうのをやっぱりこう絶対判断してまあ俺のもやっぱり甘いところあるんだよね甘いところあるからこの辺とかちょっと甘いなってすぐ分かっちゃうそういう目を取るの 3,2,1,9 最後までご視聴ありがとうございました動画良いと思ったら高評価のグッドマークそしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。またね。
見てねー。